はいどうも、シェルデイツにとも動画見ていただいてありがとうございます。金曜日のアップできなくて申し訳ございませんでした。さあ、今日はですね、グラビアの、関東表紙を作ってみようということでね、まあ、サムネにもなっておりますけれども、あれをまあどう作るかっていうところを、皆さんで、やっていけたらなと思っております。で、まず、まあ、基本的に、まあ、ヤンジャンとかね、ヤングマガジンとか、ヤングさんとかね、まあ、いろいろあると思いますけれども、ああいう表紙を作るのに、まあ、まず必要なのがね、水着の写真なんですけれども、まあ、それがない方は、まあ、何かしらから撮ってきてもいいかなと思います。インスタグラムとかでね、水着の写真はいっぱいあると思うんで、また、でも、公開するには勝手に使ってはダメですけど、自分でただ作ってみる練習するぐらいだとすれば別にいいのかなと思います。はい、さあでは、今回はね、まあ、簡単に作れるようにわざと iPhone、だけで作ります。で、別に iPhone の型じゃなくても作れると思うので、アプリは他にも Android の型もあると思うので、それでちょっとやっていきましょう。さあ今回使う写真はこちらです。で、まあ、特にそんなにレタッチとかはしてはないんですけども、若干ちょっと明るくしてるかなっていうのはあります。ただ言ってもまあそれぐらいです。はい、ではまず、こちらなんですけれども、まあもう iPhone であれば iOS16 から人物切りの切り取りがね、こうすればまあできるようになったんですけれども、まあ、これが搭載されてない方のために1個アプリを紹介します。それが PixArt というアプリで、こちらを使ってやっていきましょう。はい、では PixArt をこちら読み込みましたら、ツールというところを押していただいて、カスタムで人物をチェックすれば、これで人物が切り取りができます。これをこのまま保存してください。はい、で次に、使うのが、フォントというアプリです。で、これ切り取りする前のものを使います。はい、だいたい、ヤンジャンとかって、要はヤングジャンプとかっていうのがこの人の後ろに来るようになってるんですね。で、そのために人物切り取りをしました。なので今の状態からわざと上に載せるようにします。で、今回僕は月刊文豪というやつを作るので、まず縦書きでフォントをちょっと変えましょう。で、スタイルもちょっと変えたいので、ストロークに水色のものを入れました。で、コピーして、ね、文字を、また横向きにして、文豪という色を入れます。これ皆さんの好きなものを自分で作ってみてください。でサイズをごっそり変えないといけないので、ここはね、あえて顔にかぶるように作ります。もうちょっと奥に大きくて、はい、で本来であれば、なんだろう、雑誌なんで縦長になるんですけど、僕はあえて、横長、16、4対3かの状態で作ります。サムネのやつは、16対9で作ってます。はい、でおおむねこれでいいでしょう。後ろにかぶせるのはこれぐらいになるので、これで1回、書き出しをします。で次に、フォトグリッドというものを使います。これ、はい、でここから、加えるというところをします。で写真選んでいただいて、さっきの、合成のものを使います。これを結構同じ形にしないと、後からずれちゃうので、ここは、割と真剣にやりましょう。気持ちね、ちょっと大きめにしてた方がいいです。後ろが見えることはないので、これでまた1回書き出しをします。で再度、フォントに戻ります。
で、合成させたものを呼び出して、ここからメモ、文字入れていくだけなので、あとはまあどういうふうにやっていくかっていうだけなので、まあ今からサムネとやった風な感じでやりましょう。で、大体、ここに、同じものが入るんですよね。名前がね。カタカナと英語バージョンと。こんなもんでいいかな。と色が悪いので、もうちょい気持ち明るめのものにしましょうか。これだと多分明るすぎる。これは暗い。この辺かな。はい。で、今回、ちょっと申し訳ありましたけど、花尾ちゃんなので、花尾っていうのを入れます。で、これはね、1個ずつ入れた方が文字傾けとかできるんで、色はこのままの色でいいかな。ヤンジャンとかなんかああいうのって結構色を使ってるんですよね。なんか本来そんなに色使って大丈夫かなっていうのもあるんですけど、結構使ってますよね。はい。で、フォントもちょっと変えましょう。で、スタイル、ストロークにしよう。入れて、だけじゃなくてちょっと変えましょうか。はい。で、これをコピーして、なおっていうのを入れます。で、傾きを、逆向きに変えましょう。はい、次、ね、その後ろに星を入れたいんで、間違えた。これは普通に記号の星を使いましょう。で、本来であれば星を先に多分作った方が良かったね。もうちょい上げましょうか。で、色は、星なので黄色に持ってって、で、花尾が前に来るようになります。はい。グラビア、ここもフォントを変えます。結構ね、こういうものに関してはフォントいっぱい使ってもまあおかしくはならないかなっていうところですね。意外とね、普通なんか統一させた方がいいような感じもするんですけど、これに関してはそうでもないですね。はい。で、花尾ちゃんが三鉄姉さんっていう、あれなんて言ったら、キャッチフレーズがあるので、それを入れてあげます。で、これは白色にして、はい、二重のところをピンクに。で、ちょっと濃くしよっか。で、フォントもちょっと切れ味ないやつで、傾きを若干入れましょう。はい。まあ何月号とか入れてないんで、ちょっと9月号にしましょうか。これ作ったの9月なので、この辺はね、もう何色にするかとかも、は、もう背景から考えて、どういう風の、どの色が、問題ないかなっていうので、
やっていけばいいのかなと思います。で、あとはこれが、新相関ということなので、普通に丸作って、これも皆さん好きなものやってください。で、これだけだとちょっとあれなんで、半透明をちょっとかけるために、もう一回、ちょっと薄すぎたかな。もうちょっと濃くしましょうか。50% ぐらいかな。で、これをコピーして、新相関の3つ作りますね。で、ここに入れる文字ね。でまず芯だけちょっと赤くしましょう。もうちょいですね。で若干傾き入れましょうか。これもコピーして、相関なので相だけ。で、色は、ここの部分は黒にします。で、傾きを、で今度は逆向き。で、コピーして、あと、缶ですね。相関って入れた方が早いですね。はい、これでまあまあいい感じの、ものにはなったのではないでしょうか。はい、まあ、こんな風にしてね、いろいろ遊んでみるのもいいんじゃないかと思います。皆さん、なんだヤンジャンの、グラビアの関東グラビアの、作り方ですね、いかがでしたか。参考になったよという方はね、またいいね、チャンネル登録をして応援してください。特にね、ちょっと最後にあったんですけど、僕別にヤンジャンとか、ヤンマガとか、のところには別に担当したことはないので、ただこういうのできるよっていうだけの、話を、したかっただけです。はい。まあ皆さんの役にも立つかなと思って、この動画を撮りました。では、またいいね、チャンネル登録をして、コメントもしてくれたら嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。シオルでした。バイバイ。